さて、本日何度目の単価か知らないけど、とりあえず今のラジウスはヤバい。冷静に対応しないと一撃でこっちが死ぬ。俺は攻撃やオーラが強くなっただけで、別に防御性能は大会のトップから一切変わってない。マーメルを死に置いていたんだから当たり前なんだけど。マジか。お前の相手は俺だ。予想なんて悲しいぜ。俺はよ。おい、何か気づけされた虫だな。ほら動けよ。強いんだろ。疲れた。すげえ、でもラディウスも以前に比べて速度がかなり上がってる。衛星眼で見ようにも気づいたらもう目の前に拳がある。どうしたものか。点検、と、動作、が見えない。そう、事前にファルドラからここに来るまでの間に情報は聞いてたけど、マジで光があるところがダム的なんだな。こんな眩しいところで、厄介極まりない。あいつの弱点は闇だ。光がなければ無敵化ではなくなる。それは月読みが一度証明している。ならなんで今光ってないんですか。話せ、とか。オーラ量がすごくても素手では俺にかなわねえ。この武器はお前に突き刺さってる。どうやったらお前は死ぬんだ。教えてくれよ。皮肉なものだが、ラディウスの持ち合わせていた武器が相手も自分も含めて能力貫通効果が入っていたからだろうな。だがそれを選ぶということは、月読みはあの武器以上にラディウスの強化された大量のカゴを貫く術を持っていないと見た方がいい。そこでだ、お前の法則支配で闇を扱うことはできるか。できるよ。東京でシアーネさんと戦った時に得得した。そうか、なら攻撃するとき行動例にしろ。そうすれば大量のカゴは無効化される。おそらく月読み以上の決定打を打つことができる。俺はアシストだ。元素で光を抑える。そこをパトと月読みで叩け。いいな。了解。いい加減にしろ。カルコン、信頼。小賢しい。次から次へと。何でも同じ手が通用すると思うなよ。次は心臓を狙ったか。視野に入りやすいからな。即座に反応されたな。もうこの武器を投げるわけにはいかないな。旅行、俺たち、入れ替わってる。かっこものか。なんだよ、これ。僕の使用済みティッシュだ。さすがにポイ捨てできなかったからな。ポケットに入れておいたんだ。汚いな、捨てとけよ。バカ、ロイド。あいつ、ネーミングセンス最悪だな。後で俺の中二センスを叩き込んでやらねえと。パパ、攻めろ。次の弾倉が来るまでにこいつを殺すんだ。今のオーラ量ならお前くらい。むちゃくちゃ硬いな。これは相当気合を入れないと。お前程度の攻撃力で俺のオーラを突破できると思うなよ。言ったな。一本、影本、両点、一点集中の極意。何回も行くぞ。よし、気を失った。あとはこの空間が壊れれば。弱いな。オーラをもってしても宝の持ち腐れ。戦い方を知らぬ道路には過ぎたものだったか。だがルーメン一族はそのうぬぼれた傲慢が心地いい。悪魔としてその哀れなうぬぼれ、しだらくしていく姿は美味、暇つぶしにちょうどいい。オーラは5000億弱か。仕方ない。余興を楽しむのならこれだけのお小遣いがあれば十分。次から次へと、なんだよあいつ。わからん。だが消去法で大体予想がつく。お前、ダークか。オーラがそれなりのくせにあのバカより貫禄を感じる。残念、一戦を交えたい。だがこの疑似的器は脆くてな、守備に徹していなければ砂のように崩れるもの、期待しないでくれ。ハルドラ、その槍よこせ、こいつに穴開ける。生み出したな、続けてくれ。我はこの下にある我の悪魔界での姿を表す像の意識なのだ。我に意識を向ける暇はないぞ。次の断層充填が完了したからな。あの日記光の神はどこまで断層を耐え切れるかな。上等だ、悪魔不正が済みの湯な。権利弾を使用しても5強も消費した。まだ無駄が多い。本来なら500でも多いくらいだ。なまりましたね、私も。仕方ない、品格解放 50%。 しかもオーラ制御と能力が使えない私が最大限戦える姿で。品格解放、ご無駄だけ。この姿を選んだのは、統治に特化しているためです。わかりますか。わからんな、わかりたくもない。なら分からせてあげる。次が最後の断層になるから。断層の攻撃、断層。はい、もうそれ使っちゃダメ。ああ、もうダメでしたか。やはり権利弾が限界ですね。ですがもうバカみたいな攻撃と定期的な回復は消えた。次はさっさと無駄に眩しいこの空間と目障りな像を消してくれませんかね。それは無理だ。だが別に消すことに関して邪魔はしない。我は傍観者だ。だから我を狙うのはオーラの無駄遣いだ。小僧。そうかよ。でも面倒なんでね。この槍と一緒に消えてくれ。落ちに寝かなかったか。10年のガキには重荷だと思って貸したのだが、逆に弱点となっては意味もないな。ではなしだ。ほら、さっ
きのデルーメンのガキは回復している。油断していると死ぬぞ。不気味だ。量が減ったはずなのに。あの悪魔は聞くより一人で十分。ラディウスの方は、お前は絶対に殺す。お前みたいな女たらしに。まだ弱点を彼女たちは頭砕かれてたから絶対隠れたのか。今はお前の攻撃に入れない。細かく動きすぎた。漁港物質で追いかけるのが精一杯。火星に入れない。漁港を作れ。近接は得意な奴に任せればいい。僕はできることを最大限までやるんだ。大丈夫、ご主人なら保てる。男二人がご主人の役に立てればなおよし。私はこの空間を壊す。団長しか抑えれてないので、このままだと永遠とこの雰囲気で会が続く。さすがに持久戦は分が悪すぎる。何を伏せているのですか、ことかちゃん。怖いです。ずっと我慢してました。けど、皆さんが余裕もなく全力で戦っている姿を見ていると、怖くて。そうですね。このままだと完全にこちらの負けです。全員死亡ですね。ですが、そんな状況をことかちゃんならどうにかできる。そう言ったらどうします。歌姫、ですか。今まで使ったことないのに、こんな大事な時にそんな力を私が扱うなんて。安心してください。失敗してもことかちゃんだけの責任になんてしません。私も死ぬ時は一緒に死んであげます。私は死ぬまでことかちゃんの味方であり家族です。だから最後まで面倒を見ます。私はあなたを対等と認めているのですから。ことかちゃん、将来を見たくありませんか。ご主人と私たち、そして新たな仲間、そして数十年もすれば子供もできるでしょう。私は見たいです。ご主人やみんな、ご主人についてきてくれる仲間たち全員が最終的に笑顔と幸福で満ち溢れた世界、ご主人の求める平和を私は見たいです。ことかちゃんと私ならその未来を作れます。どうか一度自分を信じてみませんか。オンリーマイメロディー。私にしか奏でられない音色がある。私にしかできないことがある。私じゃないと作れない未来がある。お母さん、幸せ。お母さん、見てて。私かなりほど不安定ですけど、前を向きます。私と私を守ってくれた人たちの未来のために。怖くてもいいです。後ろから支えてあげますから。動揺してもいいです。ただいまは私のオーラとことかちゃんのオーラ性質を同化させますので、好きなだけ力を使ってください。それでどうしたらいいのでしょう。今のままでは歌姫が 50% 神格解放をしましょう。あなたも今は神。あなたが神としての姿を持っています。私たちのように。神格解放。はい、神格解放は神本来の姿に戻るだけ。今はむしろ力を抑えているかりそめの姿というべきでしょう。オーラが扱えない人の神格は手助けが必要になります。ご主人も1年前はオーラも扱えていませんでしたし、たくさん補充して今あのように成長しました。ことかちゃんも同じようにきっとできます。わかりました、メリアさん、お願いします。さあ、ポテンシャルは低温真空呼吸。その才能がどこまで解放されるか楽しみですね。では目を閉じてください。そして体の奥からオーラが溢れ出してくる感覚、神格解放の感覚を掴んでください。すごい、体の中で激しく駆け巡っているのがわかる。これがオーラ、体全体が何かで満たされるような。神格解放。なに、この溢れ出してくる心地いい音色のような。あれ、体からすごく心地の良い音色が流れてくるのに、パトさんたちみたいなオーラとは違う。ことかちゃん、これを持って。指揮棒。いえ、魔法の杖ですか。まだ慣れてないでしょう。それでしっかり標準を定めて音色を安定させてください。標準はあの巨像、あれがこの空間を維持している柱です。あれがある限り私たちに勝利はありえません。歌姫はオーラを使わない。その代わり音をエネルギーとして使います。音は些細なものでもいいです。なぜならことかちゃんが感じている音色、無音空間を作ろうともことかちゃん自身が音色を生み出しています。ただ自分を信じて音色を奏でてください。歌姫があなたの望みを音色から具現化してくれます。全自動全能支配の素質見せてください。私、聞くよみことか自身の音色を奏でます。歌姫支配、オンリーマイメロディー。何がどうなってるのよ、これ。私が終わらせる。私が終わらせてあげないとダメだ。これは私とあの子の問題なんだから。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？
気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。